再び魔界に現れた真田昌幸は、かつて魔界に現れた崇徳上皇の魂を吸い、強大な力を得ていた。魔界衆の前に現れる魔界少女剣、日の閻魔をめぐり、ジライア、馬頭、対、豊臣秀頼の戦いが始まる。豊臣秀頼はあえて機動丸に活性岩を打たせ、ジライアを暴走させ、日の閻魔をさらう。真田重雄氏の前に現れた高山右近は、再び忠誠を誓えば前回の裏切り行為を不問にすると迫るが、真田大輔はそれを拒否。しかし真田昌幸が現れ、真田重雄氏は黒魔術軍に従うと宣言する。末高房の前に現れた渡辺の綱、高房対綱の戦いは互角に終わり、綱は高房を逃がす。魔界水軍の前に現れた真田重雄氏と黒魔術軍、激しい戦いの末、藤原の住友が真田大輔に殺されそうになった時、ボンジャビが現れ、魔界水軍と黒魔術軍は同盟を結んだと語る。高山右近の前に現れる滝夜叉と越智安成、前田刑事。滝夜叉は安成と刑事を騙しており、右近に対し同盟の証として前田刑事を差し出した。しかしその刑事をとっさに助けてしまう安成。呪いをかけられた夕顔を救うべく、安倍の生命と渡辺の綱は協力する。夕顔対綱、生命の戦いは最後は生命により、夕顔と綱は天界に送られることとなるのである。